弾道ミサイルとは、その名の通り弾道を描いて飛ぶミサイルのことです。巡航ミサイルは翼を備え、ジェットエンジンで水平に飛行しますが、弾道ミサイルは打ちっぱなしのミサイルです。野球ボールを投げることと原理は同じであり、手を離れた瞬間に着地地点が決まります。今回はそんな弾道ミサイルと神の杖と噂される最新のアメリカの兵器について詳しく紹介します。弾道ミサイルはエンジンが点火している極めて短い時間の間だけ誘導され、その後は重力と空気抵抗に身を任せて目標に向かいます。距離に応じて短距離弾道ミサイル、大陸間弾道ミサイルなど様々な種類がありますが、原理は同じです。弾道ミサイルはベーシックな地上発射型、海中から発射される潜水艦発射弾道ミサイル、別名 SLBM、 空中から発射される空中弾道ミサイル ALBM に分かれます。発射場所はそれぞれ異なりますが、発射原理は同じで、ロケットエンジンが点火している間に誘導を行い、あとは重力と空気抵抗に任せて飛行します。弾道ミサイルの目的は核兵器の運搬手段です。当然ですが、核兵器を作ってもそれを敵国まで運ぶ手段がなければ使うことはできません。弾道ミサイル技術が完成する以前、核兵器の運搬は爆撃機が主流で、敵国上空に爆撃機を飛ばしていました。しかしレーダー網の発達と航空機の迎撃技術の発達により、爆撃機が敵国に侵入するのが難しくなります。そこで弾道ミサイルが開発されたのです。弾道ミサイルというと聞き慣れた単語であり、古くからある技術ですが、その開発には相当の技術力が必要です。弾道ミサイルはロケットと同じ原理です。弾頭をロケットエンジンで上空に運ぶ技術は、衛星を宇宙空間に運ぶ技術とそれほど違いはありません。ロケット最大の特徴、それは打ち上げ費用が莫大であることでも有名です。例えば日本が開発した最新ロケット H2 は一発約100億円。弾道ミサイルは商用ロケットほど高い高度に打ち上げませんが、一発30億円という莫大なコストが必要です。よって弾道ミサイルを核抑止力のシステムとして運用する国は、一部の経済力の高い国に限られます。弾道ミサイルの命中率は現代の精密兵器に比べると極めて悪いことが特徴です。アメリカ主力の弾道ミサイルピースキーパーは世界最高の命中率を誇りますが、平均誤差半径 CEP が90メートル、精密誘導兵器の CEP 数十センチに比べると極めて命中率が悪いことがわかります。理由は明確です。ロケットエンジンが点火しているわずかな時間、しかも上昇中の間だけ誘導を行い、あとは重量に任せて落下していくためです。距離が数千キロにもなると、わずかな誘導の誤差が着弾する頃には大きな誤差となります。逆に言えば CEP90m という誤差は弾道ミサイルの中では極めて驚異的な命中率であり、通常は数百メートルまたは数キロメートルの誤差が出るのは当たり前ということです。以上を踏まえると、弾道ミサイルを通常兵器として利用することは非常に難しいことがわかります。まず一発数十億円という高価な点、そして命中率の悪さから、一発で半径数キロを廃墟にする核兵器に最適な技術というわけです。一方アメリカと中国は弾道ミサイルを通常兵器に利用する動きを見せています。まず中国です。中国が開発する通常兵器の弾道ミサイルが空母キラー DF-21 です。射程距離 2000km の弾道ミサイルに通常弾頭を搭載し、終末期に誘導、空母を撃沈する兵器です。アメリカが持つ空母打撃群は一国の軍事力に匹敵する戦闘力があり、その防衛力も相当です。空母周囲は偵察衛星によって監視、哨戒機を飛ばし、イージスシステムと情報を統合、ミサイルと戦闘機で近づく敵機やミサイルを迎撃します。一方弾道ミサイルになると速度が速すぎるため迎撃できない可能性が高くなります。よって DF-21 対艦弾道ミサイルが完成すると、アメリカの空母は中国に近づくことができなくなります。
しかし DF-21 にも問題点があります。それは命中精度。先ほど紹介した通り、世界最高の弾道ミサイルの命中率が90メートルです。これは動かない地上の目標を狙った時の数値。空母は時速 60km という高速で動いており、その動きも予測不可能です。ミサイルが発射されてから空母に着弾するまでの時間は数分。上昇中のみ誘導が可能な弾道ミサイルが数分後の空母の動きを予測することは不可能です。そこで中国は弾頭そのものを誘導しようとしています。ある程度空母に接近したら、空母に向けて弾頭が向きを変えて進む技術です。精密誘導兵器が主流の現代、この技術は簡単そうですが、非常にハードルが高い技術です。まずそもそも広い海で空母を見つけることは困難です。アメリカが北朝鮮に空母を派遣するという報道後、世界中の専門家が空母の位置を予測しましたが、結局空母の動きをつかめなかったことは有名です。空母の位置が分かった頃には、すでに空母は北朝鮮周辺で作戦を開始していました。アメリカがわざわざ空母の移動を宣言し、大体の位置が分かっている状況でも空母の位置が特定できない、それほど広い海で空母を見つけることは困難を極めます。レーダーを使えば空母の位置を特定できそうですが、それも非常に困難です。哨戒機を飛ばしてもレーダーは水平線より遠くを見ることができず、哨戒機の視野は広大な海の中では極小というわけです。以上を踏まえると、中国が空母を対艦弾道ミサイルで撃沈するためには、広大な海で空母を発見する技術、発見した空母をリアルタイムで位置を追跡する技術、弾道ミサイルを終末段階で精密に誘導する技術が必要です。中国は DF-21 の開発を着々と進めていることから、遠方の敵を発見するレーダーや大気圏突入という高熱にさらされた後の弾頭を誘導する技術を確実に進歩させていると思われます。ではアメリカはどのような兵器を開発しているのでしょうか。現在アメリカ軍は核抑止力を補完する目的で全地球型の通常兵器を開発しています。コンセプトは地球のどこでも1時間以内に攻撃できることを目的にしています。その名も PGS、 いわゆるインターネットなどで都市伝説となった神の杖 PGS について見てみましょう。 PGS とは即時どこでも攻撃できる通常兵器です。弾頭に爆薬などを搭載せず、運動エネルギーだけで目標を破壊します。この PGS、どのような使用ケースが想定されているのでしょうか。 PGS が最も効果を発揮するのは、中小国の指導者や反政府組織、そしてテロ組織のトップへの攻撃と抑止力の明示です。現在テロ組織への攻撃は戦闘機やトマホークなどの兵器が主流ですが、これらの兵器にはデメリットがあります。まず戦闘機は世界中に抑止を効かせるために空母を紛争地域に派遣しなくてはいけません。アメリカは空母打撃群を11個保有していますが、戦闘機の活動半径に敵の組織が常に入っているとは限りません。よって敵を攻撃するために空母を全速力で敵地付近に派遣しますが、敵にとって時間に猶予があることになります。また戦闘機を発進させたとしても、ある程度防空網が整った組織は戦闘機の接近を把握、迎撃することが可能です。戦闘機には当然兵士が乗っており、撃墜された場合の人員損失のリスクが付きまとうために、攻撃決断に時間がかかります。敵組織はこれらのアメリカのリスクを交渉のカードにするわけで、最強のアメリカといえども通常兵器の使用にハードルと限界があるというわけです。人員損失のリスクを減らすためにトマホークを用いられますが、トマホークの射程は最大でも 3000km です。発射プラットフォームを敵の近くまで移動させなければなりません。そしてトマホークの速度は亜音速で遅く、迎撃が容易な点も問題の一つです。これらのデメリットを解決するのが PGS というわけです。 PGS は発射されるとわずか数十分で着弾します。超高速で目標に向かうために
探知は困難、迎撃は不可能となっています。PGS が配備されることで、いつでも敵のトップを叩くことができるため、PGS が配備された場合、敵組織のトップはアメリカに攻撃を仕掛ける際には自分の命を懸ける必要が出てきます。例えば、某国がアメリカ軍基地を攻撃するとします。これを宣戦布告と見てアメリカが報復する場合、敵の防空網や重要施設を潰した後、地上戦に入ります。これはかなり大規模な作戦が必要になりますし、相手国の損害も大きくなり、戦争に踏み切るためには世界世論の納得も必要です。一方、PGS が配備されれば、敵組織の拠点を即時に潰すことができます。また、敵組織のトップを直接潰すことも可能で、一般市民を巻き添えにする心配もなくなります。そうなれば、当然攻撃の敷居が下がるわけで、敵組織に対する抑止効果を発揮できるというわけです。今後、開発が進んでいくとみられる通常兵器型の弾道ミサイルですが、実は大きな弱点を秘めています。それは核ミサイルとの誤認リスクです。そう、弾道ミサイルを通常兵器として利用する最大のリスクは核ミサイルとの誤認なのです。現在、核ミサイルの発射を探知できるのはアメリカ、中国、ロシア、インドの4カ国となっています。この4カ国は弾道ミサイルが発射された瞬間に即座にミサイルを探知する技術を持っています。ミサイル発射を探知することで自国に核ミサイルが着弾する前に核ミサイルを発射し、報復を実施できる体制を整えています。これが核抑止力です。実際に北朝鮮のミサイル発射は、アメリカのミサイル防衛網が発射をリアルタイムで検知、韓国や日本に状況を提供しています。一方、問題点は、ミサイルに搭載された弾頭が核弾頭なのか、通常兵器なのか、判別は不可能だという点です。通常弾頭の弾道ミサイルを発射しただけなのに、核ミサイルと誤認、報復によって国が滅びるということが現実に起きかねないのです。そこで通常、各国はロケット打ち上げや弾道ミサイルの発射試験には、必ず実施の詳細を各国に報告しています。今から行う発射は核ミサイルではないことを事前に証明して実験をしているのです。通常兵器型の弾道ミサイルを発射した場合、誤認を避けるために敵国に発射を通告すれば、情報が漏れ、即時攻撃能力を発揮できないというジレンマも抱えています。誤認リスクを排除するために、核ミサイルとは明らかに異なる軌道を描くよう工夫していると思われますが、今後、通常弾頭の弾道ミサイルが普及すれば、世界中のあらゆる場所がいつでも攻撃されかねない危険な状況になってしまうのではないでしょうか。